アメリカ合衆国バージニア州の政治家、合衆国下院議員、フランシス・ウォーカーは弟にあたる。探検家、トマス・ウォーカーとミルドレッド・ウォーカーの息子として、1744年2月13日に、バージニア州アルベマール軍コバム近くのキャッスルヒルで生まれた。家庭で教育を受けた後、ウィリアムアンド・メアリー大学に、進学、1764年に卒業した。 その後、アルベマール軍ベルバーに移住して農業に従事した。アメリカ独立戦争では1777年に大陸軍の大佐としてジョージ・ワシントンの副官の一人を務めた。その後、1780年に第二次大陸会議におけるバージニア州代表の一人になった。以降は法律を学び、弁護士資格免許を取得した後は弁護士に従事した。1790年に、 バージニア州選出のアメリカ合衆国上院議員、ウィリアム・グレーソンが死去すると、その公認に任命され、1790年3月31日から11月9日まで議員を務めたが、正式な公認を選ぶ選挙には立候補せず、退任した。議員退任以降は再び農業に、1000年、1809年12月2日に、バージニア州オレンジ軍マディソン・ミルズ近くで死去。 シスモンと近くの家族墓地に埋葬された。ありがとうございます。